こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週土曜日夜10時から放送されるドラマ初恋の悪魔第2話考察動画です。馬淵朝日。前回の動画で考察した通り、朝日の事件は令和1年7月20日で間違いないでしょう。その前日、兄の朝日は春日に電話をかけていました。しかし兄朝日からの電話にコンプレックスから春日は電話を無視したようです。話は変わりますが、日テレ系深夜ドラマ奥斗は感情捜査官の設定が初恋の悪夢とすごくよく似てるんですよね。奥斗では警察庁次長が東神奈川署に飛ばされた刑事に雲川という警部を内定するように命令しています。初恋の悪夢では雪松が3年前の事件のことを探るために春日に鈴之助を見張るように命令しました。奥斗も15年前に起こった殺人事件が発端になっています。今のところ内定を命令した上官が怪しいパターンなので、初恋の悪夢も雪松が黒幕だとなると設定が全く被ってしまいます。なのでかなり怪しい雪松なのですが、もうひとひねりしてほしいところです。雪松が気にしていること。雪松と朝日は一緒に爆盛りラーメンを食べる仲でした。朝日ほどの優秀な刑事がたやすく事故死するはずがない。なので誰かにはめられたと噂されていた。朝日の事件とは強盗を追っていてうっかりビルから転落したというものでした。雪松は春日に何か聞いていないのか、誰かに狙われてるとか、何か相談されてなかったのかと念を押していました。雪松がどこまで春日を買っているのかは分かりませんが、春日の事件の真相を探りたいのに鈴之助を持ち出しているところが不可解です。そんな鈴之助が気にしているのは隣人の森園で、園芸用のスコップを持って鈴之助の家を訪れました。今後森園も雪松との接点が明るみになってくるのではないでしょうか。そして3年前の境川署署長が春日兄弟の父馬淵大二郎だということもやはり引っかかります。留守電の内容、まああれだよ、親父とかお袋とかいろいろ言うだろうけどさ、あんま気にすんな。うん、じゃああのさ、これ聞いてるかな、あんまり俺と話したくないからごめんな。でもちょっとな、誰にも言えないっていうか、お前に相談乗ってほしいことがあって、頼む電話出てくれよ。余計なこと言っちゃった、悪い。留守電あんまり気にすんな。ありがとな、いろいろ覚えてるか、昔二人でバナナのシール集めたな。電車乗って家出したの楽しかったな。元気でな。じゃあ優秀な刑事である朝日が誰にも言えないんで春日に相談しました。誰にも言えないということは父親大二郎のことなのではないでしょうか。雪松は馬淵夫妻が春日のことをバカにしていることを怒っていました。お前にだって兄貴に勝てるところはあるよ。雪松が刑事でもない春日に目をつけたのは馬淵大二郎の身内だからなのではないでしょうか。3年前の境川署署長は馬淵大二郎でした。雪松の悪事を朝日が同様に相談するならわかりますが、弟に相談するとは考えにくいと思っています。身内の恥を知った朝日が告発する前に春日に相談しようとしたのではないでしょうか。直接馬淵大二郎が手を下したとは思いませんが、東神奈川署内に闇がありそうです。そんな朝日のスマホは事件現場にはありませんでした。このことについては後ほど触れたいと思います。被害者に同情。2話の事件は弟の秀夫が兄の幸男に対する借金と嫉妬によりハサミで刺したものでした。秀夫を見た春日は兄は弟の借金をチャラにしようとしていたのではないか、仲が良かった頃に戻る可能性があったのではないかと被害者に同情していました。被害者に同情してしまうというのは4人のルール違反ですよね。そんな春日の気持ちに気づいた刺すのは春日の気持ちを聞いてあげました。春日の気持ち、両親は自分を笑うことで救われている、兄と話すと自分のしょうもないところダメなところを思い知るだけだから朝日の電話を無視したようです。顔では笑っているけれど心の中では俺を笑うな、俺をバカにするな、俺にアドバイスすんな、俺に偉そうにすんな、もっと俺を尊敬しろと思っている。そういうひん曲がったやつだから兄は死んでしまったんだなってねじ曲がった感情から春日は後悔しているんだと思いました。バナナのシールを100枚集めたらハワイに行けるという噂を本気にして電車に乗って家出した。春日もセスナが朝日の知り合いだったかもということが気になり問いかけましたが、セスナは分かんねえと言い言葉を濁しました。
セスナの部屋にあったスマホにはバナナのシールがたくさん貼られていました。これは朝日のスマホで間違いないでしょう。ハイヒールを買ったのを覚えていないように、事故現場からセスナが朝日のスマホを持ち去ったことを忘れていたのではないでしょうか。セスナが朝日をはめたんだとしたら、とっくにスマホを処分しているのではないでしょうか。バナナのシールがついたスマホが自分の部屋にあることが気になったセスナは、資料室に忍び込み、馬淵朝日の事件を調べているのではないでしょうか。私のお腹に肉じゃがとコロッケがいるという第3話は7月30日土曜日夜10時放送です。チャンネル登録していただくとこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。